3、2、1、0。11月6日、おはようございます。今日も世界一昆布が好きやから昆布屋やってます。店長の松下校長が皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお手伝いができる員が待ってます。やればできる。今日も昆布できる。11月6日、今日はお見合い記念日だそうです。ところで見合いってなんだっけ？喧嘩すんの？それはつかみ合い。わかった。フューチャー、それは未来。そんなことはどうでもいいのですが、今日も頑張ってまいります。即用志忍び草のお問い合わせ、ご注文が増えてます。法事ギフトはお任せください。今日は海鮮丼の醤油代わりに乾燥塩昆布を使っていました。新鮮な魚と乾燥塩昆布のまろやかさが混じり合って旨味がさらに引き立ちます。僕の大好きな海鮮丼塩昆布仕上げ、どうかお試しあれ。また電車乗り過ごしたらしい。またかよ。